ございます。赤飯です。大会当日になりました。朝4時ちょうどぐらいですね。カラーリングしてから7時間ぐらい経ったので、今朝シャワーを浴びて落としてきてこの色です。だいぶいい感じに仕上がってるんじゃないでしょうか。いろいろ今日はご飯を詰めていこうかなというふうに思ってます。でね、出番が12時16分からってタイムスケジュールには書いてあったので、そこに向けていろいろ栄養摂取していこうかなと思うんですけど、最初は油多めにしたいなというふうに思います。脂質系の食事を朝一でとって、でエネルギーを保たせる。脂質はエネルギーが結構持つので元気を保ちたいなというふうに思います。大会の直前、パンプアップし始める頃に液体系の固形物ではない炭水化物を取って筋肉に張りを持たせる、あとはパンプのエネルギーにするというふうな方法を取っていこうと思ってます。でプロテインとかはね、今日は飲まないかな。タンパク質が何かコンディションに影響を与える感覚はあんまり僕もないので、脂質と炭水化物をコントロールしながらやっていこうと思います。さあ、じゃあ何を食べるかっていうことなんですけど、今から紹介しますね。当日の食事を紹介します。まずさっき言ったように脂質多めのタンパク質で今日一日のエネルギーを保ちます。ということで、いやー、牛のステーキ、うまそう。もうすぐいただきます。でもうちょっと時間経ったら、ちょっとこれはね、わかんないんですけど、チョコ食べるといいみたいな話をチビで聞いたので、ただこれ多分上級者がやることだと思ってますので、ちょっとこれは本当に一かけら食べて様子を見ていこうかなと思います。なんか体がむくむような感じがしたらすぐにやめます。で塩分と脂質、カシューナッツなんですけど、これも正直一粒二粒食べて終わりかなというふうに思います。で12時16分からが本番なので、1時間前11時16分からパンプアップ開始で、その2時間前に一旦こいつを入れようかなと思います。芋ようかん、集合時間が9時10分なので、駅に着いたらこれ食べます。で自分の体と相談しながら、こういったカーボン、ちょっと糖質多めの炭水化物、糖類多めの炭水化物をちょびちょび注入しながら自分の体と相談していく、そんな感じの一日にしていこうと思います。では早速ね、牛ももステーキいただいていこうと思います。美味しそうじゃないですか。いただきます。最高です。力みなぎる。1食あたりね、タンパク質20、脂質も20ぐらい、超うまい、エネルギーになります。芋ようかん、会場の最寄り駅に着きました。カーブアップしてます。さあ会場に着きました。うわー、すごい人いっぱいいるわ。始まりました。最初がフィジークノービスチャレンジというカテゴリーで、生涯2回まで出ることができる初心者向けのカテゴリーです。で最初名前呼ばれて、このようにポージングを1人1回して、どんどん名前が呼ばれていって後ろに並んでいくというふうな感じになってます。でこれがですね、セカンドコールで僕が真ん中の方に来れました。ファーストコールって呼ばれる1軍が今4人多分ピックアップされた後で、セカンドコールで名前を呼ばれて、まあ残りの順位を競い合うという2軍ですね、言ったら。そこに呼ばれることができました。嬉しかったですね、2軍に呼ばれたのは。
でちゃんとジャッジの方を見てます。これちょっと下の方みんな見てると思うんですけど、ジャッジを見てます。で今名前を呼ばれて交換しました。でより真ん中の方に来れたのって良かったなと思います。大きな拍手を送りください。はい、今計2回の出番が終わりました。フィジークノービスチャレンジの方はファーストコールズ呼ばれず、セカンドコールで呼ばれました。ギリギリ危ない79番呼ばれました。でその中でスイッチとかの移動で真ん中にはあまり行けなかったんですけど、10位以内に入ってれば嬉しいなという印象です。そして次に出たトゥルーノービス、こちらの方も残念ながらファーストコールは呼ばれませんでした。ファーストコールがね、まあ、上位維持に確定というふうな いわゆる1軍みたいな感じなんですけど、セカンドコールには呼ばれました。ただ2軍の方には呼ばれました。で真ん中の方に行けました。どんどんねスイッチって言って真ん中の方に呼ばれていくほど順位が高い傾向にあるので、セカンドコール2軍の中では1位に争う出来だったんじゃないかなというふうに思ってますので、順位発表楽しみです。可能であれば6位以内に入ってるとめっちゃ嬉しい。入賞のねセレモニーというかコールがあるんでね、そこに向けて期待してます。いやお疲れ様でした。家に帰ってきました。家に帰り際ねご飯屋さんに寄りそうになりましたが、我慢してスーパー1軒だけ寄って、安納芋を買い込んで道端で全て食べながら歩いてきてしまいました。フィードバックをヘッドジャッジからいただきに行ったんですね。そしたら僕の弱点は胸と腹直筋の薄さ、確かに薄いと単純に絞りの甘さでした。確かに僕個人としては絞れてたかなって勝手に思ってたんですけど、周りの人見たら全然でした。なのでそこは一つやっぱ課題だなっていうふうに思いますね。フィットネスの世界に生きてないっていう言い訳なんて全然通じないと思うんですけど、サラリーマンとして生きてるとなんかちょっと絞れてたぐらいで絞れてるな俺とかって思っちゃう。それがちょっと今後の課題だな。自分が生きる世界を一つフィットネスにもう一個上げていかないといけないと思いました。でもう一個はこの腹筋と中ねのなさを隠したいがためにこうやってると出るじゃないですか。多分無意識にこういうポージングになってたんですよね。で確かに後輩が撮ってくれた動画とかを見るとこうなってました。僕自身練習するときはいつもこういう感じで肩をちゃんと出してるようにするんですけど、確かにそうするとね腹筋がなくなるんですよ。で腹筋を出したいがためにこうやってやってるともう肩がすくんだポージングになる。こうすると全然のバランスが良くない。じゃあどっちを取るのかって話なんですけど、どっちもなきゃいけないんですよねやっぱ。だからここのためにも腹筋ってマジで大事だなって思いました。はい、腹筋と自然でいても力を入れてなくてもちゃんとパンプしてる大胸筋っていうのが必要っていうことに気づかされましたね。はい、というわけで反省をしましたが、5月3日まで開会出るんで頑張りたいと思います。では4月23日日曜日です。気分を紛らわしに近くの公園に来ております。今日からちょっとケトジニック変えようかなと思ってちょっと瞑想してるかもしれないんですけど、絞りが足りないとヘッドジャッジにご指摘をいただいたので、ちょっとぐんと体重を落とすために質の体重を高めて炭水化物をゼロにカットしていきたいなと思ってます。なので今日はサバ缶と MCT オイルだけで残り1週間半過ごしていきます。前回ねケトジェニックしたんですけど、油なら何でもいいやと思ってチーズとか豚肉とか結構そういうのを多めに取ってたんですよね。ちょっと欲に負けて美味しいから。ただ MCT オイルとサバ缶っていうストイックなケトジェニックを今回はしていこうかなと思ってます。ではおはようございます、赤飯です。ゴールデンウィークラスト1週間大会1回目が終わって5月3日さらに行ってしまったいと思ってます。まだね色があんま抜けてないです。顔が白いの、体がちょっと黒いので変なギャップがありますね。この1週間絞りをさらに磨いていきたいなというふうに思っていて、筋肉を大きくするのは1週間じゃ無理なので、どれだけこの期間で落とせるかっていうの、あとはポージングの練習ですね、これをしっかりやっていきたいなというふうに思ってます。今日も頑張っていきます。ではおはようございます、赤飯です。だいぶこけてきたかもしれないですが、4月30日4月ラストですね。そして大会まであと
3日です、ラストの大会です。先週ね出て悔しい順位だったので、この1週間でどこまで痩せれるかというふうな勝負をしてましたが、ちょっと顔だいぶこけてきたんじゃないかなと思ってます。ただ筋肉も同時にしぼんでおりますので、こちら今日からカーボアップということで、ちょっとずつなんですが徐々に炭水化物入れていきたいと思ってます。これ何でしょう。大好きなもち米の炊き込みご飯です。超簡単です。塩としめじしか入れてませんが超うまいです。いただいていきます。いやー、炭水化物をねこの1週間ゼロにしたんですよ。ケトジニックまではいかなかったんですけど、でもだいぶ痩せましたと思ってます。いただきます。これ食べて今日は全身でトレーニングしていきたいと思います。おはようございます。赤飯です。大会当日やってきました。4時半起きで前回と同じようにケーキ漬けに牛もも肉のステーキを食べてきました。油分が多いのでこれで大会までエネルギーを持続させます。ちょっと筋肉に元気がない気もするので、この後朝一で少しだけパンプの練習をして、で筋肉に張りを持たせていきたいなというふうに思ってます、ね、では今日頑張ってきます。行ってきます。いってらっしゃい。エントリーナンバー141番カバラマサユキ。リベンジです。5月3日グレイズオープン、またフィジークノービスチャレンジ、これが2回目の挑戦なのでこれ以降は出れませんね。またみんなの前で一人ずつポージングをして、今名前呼ばれましたね。高校の親友たちが見に来てくれてます。いやにしても周りがでかい。前回4月の大会よりも人数だいぶ多いんですよね。このブレイズオープンってめちゃめちゃレベルが高いなと思いました。僕が今端っこにいますね。右から2番目です。笑顔だけは勝ってます。さあバックポーズですね。背中を見せられます。でこれがセカンドコールですね。セカンドコールでは真ん中に釘つけました。ここから順位がぶれずにずっと真ん中を保っていれば、もしかしたら入賞になるかというところで今この時は思ってますね。お疲れ様です。赤飯です。先ほど2回の出番が終わって今近くの公園の木陰で休んでます。木陰って言ってもね太陽直浴びなんですが休んでます。いやーやりきったと思ってます。そして2回の出番の中でファーストコール2回とも呼ばれました。ファーストコールっていうのはずらーっと15名ぐらい並んだ中で最初にピックアップされることなんですけど、最初にピックアップされるほど、上位である確率が高いです。なのでこの後19時からの結果発表を待つ状態ではあるんですが、入賞してる可能性がちょっとだけあります。なのでそれを確信しながら木陰で待ちます。木陰じゃないんですが、ではまた結果を楽しみにしていてください。行きましょう。じゃあ行きましょう。お疲れ様でした。ありがとうございます。